じゃあお願いします。レモンケーキ。レモンケーキ。チョコが白いね。レモンケーキ。スポンジとチョコのあれだね。レモンケーキ。おばあの家に行くとあるよね。レモンケーキ。ちょっと降りても大丈夫かな。レモンケーキ。チョコの垂れて固まった筋のところをスポンジ部分から剥がして食べると母ちゃんに怒られるよね。レモンケーキ。そこの垂れて固まった筋のところをもう一回食べてみようかなと思ったけども、やっぱり母ちゃんに怒られるよね。レモンケーキ。はいはい、いい感じじゃないですかね。大丈夫でしょうか。待って、私はレモンティーンって言ったかね。レモンケーキよ、レモンケーキ。ジミーに行ったら怒られたって。ジミーなかった。あ、そうね。じゃあこっちで買ったらいいんじゃないの。そうだよ、サインあるから。サイン売ってるよ。うん、聞いてごらん、スタッフにね。うん、ありがとうね。じゃあ リハーサルは終わろうね。じゃあ後からね。あ、分かるやつ。はいはい。食事するとき新聞を敷く、こぼすからだよ、わかるよね。コエクエーション4位シュート、コエクエーションもわかるよね。食事するとき新聞を敷く、こぼすからだよ、わかるよね。コエクエーション4位シュート、コエクエーションはわかるよね。じゃあ終わろうね。ぜひ分かるようなやつ一緒にお願いしますね。ぜひね、お願いします。この後もラジオ番組もらうからね。サバ、うん、3時から。あ、3時から。あ、3時から、うん、3時からやるって。まあずっとずっと移動機の際ね。まあ開門も楽しみながらね。はい、ということで、ご一行賞と、MC 小沢でした。ありがとうございます。この後もいいお楽しみください。